ラルフ・ノー・サムはアメリカ合衆国の政治家、医師、元陸軍軍人。2014年からバージニア州副知事を務めた後、バージニア州知事選挙に民主党から立候補して当選し、2018年から同州知事を務める。2017年11月7日に行われたバージニア州知事選挙に民主党の候補として出馬した。対する共和党からは、 江戸ガレスピーも東京は党全国委員長が立候補して激戦ムードとなったが、開票結果は9ポイント差で現職の副知事という知名度を有するノーサムが勝利した。2019年にメディカルスクールの卒業アルバムに顔を黒塗りして仮装した姿が掲載されていることが発覚し、民主党の所属議員やジョー・バイデン前副大統領から人種差別的だとして批判を受けた。 ノーサムは、マイケル・ジャクソンの仮装をして、ダンスコンテストに出場していたことを認め、当時は、ありふれたことだったとして釈明したが認められず、最終的には謝罪するに至った。仮装については、前知事のティム・ケインが擁護に回ったものの、同じ民主党のコリー・ブッカー、カマラ・ハリス、エリザベス・ウォーレンら各有力上院議員から辞任を要求する声が上がった。 2019年新型コロナウイルスの感染が州内に拡大すると、いち早く収録時の外出禁止令を打ち出して、対応に当たった。しかし結果的に厳しい外出制限や営業規制が長期化したため、同年4月以降リッチモンド市内でコロナウイルス対策に抗議するデモが頻発した。デモ参加者の一部が民主党所属のノーサムを批判する意味で、 ドナルド・トランプ大統領の支持を訴えたため清掃の側面も見せた。政権側がウイルス検査を実施しながら経済を再開させようとする動きに対してノーサムは全くの妄想だと批判した。2020年6月にミネアポリスで発生した反人種差別デモが全米に拡大する中、州都のリッチモンド中心地にあるロバート・イリー将軍像にも 人種差別に反対する落書きが加えられるようになった。同月6日にノーサムは南北戦争が邪悪な奴隷制のためでなく、州の権利のための戦いであったかのような嘘の歴史を教えてはならないとして、李将軍像を撤去、保管する方針を表明した。撤去表明については、共和党の衆議会議員から批判を受けた。ありがとうございます。